松井さんどうもです。伊藤さんは怒っていませんでした。反対に、申し訳なかったと謝っていました。フィギュア雑誌に載っていましたということですね。うん。それならね、安心かなと思いますね。はい。キセラニ24さん、こんばんは。しょうまくんの笑える話。コーチなしで始まった年にエキシビションを2つ作り、一つはあのグレスピーで、もう一つがタイムアフタータイム、通称 TAT、こちらはデイビッド・ウィルソンの振り付けでしたね。どこの会場で何のショーだったか忘れましたが、いつもと違う動きがあったと気づかれた観客の方が見えたんですが、しょうまくんがスピンをしている側とは反対側だったため、何が起きているのか分からず、ただスピンを目の前で見ていた観客からキャーとか悲鳴のような声が上がったと言って見えました。後で判明したのが、しょうまくん社会のこれ初めて知りましたね。ちょっと事件多いですね。うん、実は今日ね、結構事件多いんですよ。社会の窓が開いていたらしく、本人もプログラムの最初の方に気づいていたようで、ここで締めると言わんばかりにスピンの時にファスナーを上げたと、それを知って映像を見るとニヤニヤしてるんですよ。その後何事もなかったように終わりました。今でも映像残ってるから、これちょっと映像残ってますかね。ぶっちゃけるんですけど、超スロー再生にしたら、そのファスナーを上げるシーンなんか絶対見えちゃいますよね。なみなみさんです。スピンをしながらファスナーをって、どういったらそういう発想になるんでしょうね。うん、まあでも多分スピン中しかできないと思いますよ。だってステップ中は多分無理だと思うし、ジャンプ中も多分無理なんで、もうスピンしかない気がしますよね。でもジャンプでもステップでもできないから、それはスピンの時にやるしかないなと思ったんでしょうね。まさかクリムキやばいですね。クリムキングの時空いてたらちょっとなんかやばいですね。うん、この時ってクリムキンイーグル実際やったんですかね。もしクリムキンイーグルやってたら、ちょっとなんか大変な、もしね、社会の窓が開きっぱなしだったらちょっと大変なことになってた気がするんですけど、クリムキンイーグルでは絶対できませんから、ワルダが宇野昌磨、本当恐れ入ります。はい、いやー、これはちょっともうそこファンを超えてますね。メイさんです。スピンの時を選んだというのは、見た目、ぼやけるから多少ごまかせるからでしょうかね。てかスピンの時以外できないと思いますよ。あるいはもう気づかなかったっていうふりして、最後まで何食わぬ顔で過ごすかっていうしかないですね。エミリーさん、危険だわ。我らがしょうまくん、ファスナーってちょっと緩んでくると、立ったり座ったりしてる間に開いてきちゃったりしますよね。クリムキーイーグルの時にかなりもっと開いちゃう気がしますね。もう我らがしょうまくんについてのコメントは、なんでこうなっちゃうんだろう、スケート以外は好きだらけだ。まあそれが好きだから止められないわけですが、これスケートの時でしょうね。だからスケートの時の好きなんですけどね。まあそれがあるからこそ逆にこう愛嬌になるかなと思いますけどね。言われてると羽生選手はこういうことはほぼないかなと思いますので、宇野くんならではかなと。はい。みえさんです。本当笑い話になっちゃいますね。ウォーミングアップで羽生選手は音楽を聴いたり集中している場面をよく見ますが、しょうまくんは自分のほっぴをギューッとしている顔が上がってて、変なとこばっかだなって、力が抜けます。ああ、確かにですね。宇野選手あんまり、そうですね、羽生選手とは同じ場面があんまりない気がしますね。まあ本当やってるんでしょうけど、そこはあんま動画に映ってこないかなっていう感じがあると思います。G 戦場のアリアで氷に伏せているの、なんか、そうですね、既視感かな、あると思ったら、しょうまくん氷に戯れる姿がカメラによく撮れるせいでしょうかということですね。はい、という感じでございます。エミリーさん、メイ様、なんかドラマティックショーマフォールという英熟語ありますよね。カブさん曰く氷の魔導士ですか。僕はそう思っていて、そういえばなんか観光の話してた時に、
観光で結構歩き回るから、それに対して歩くのは疲れる、滑らせてほしいって思ってしまう。これね、宇野くんがこれ言うとめっちゃ面白いですね。しょうまくんの身体はと、あの表情に特化した作りになっていたかもしれません。その通りだと思います。かなり宇野選手と、表情はかなり友達かなと僕は思いますね。だから、スピンしながらファスナーを上げられるのかも。昔ね、カロリーナ・コフトナー選手が試合中に鼻血を出しながら、鼻を塞ぎながらスピンやったのを覚えてましたけど、ファスナーを上げたっていうのは多分、フィギュアスケート史の中でもそんなないんじゃないかなと思いますよね。まあ、ポロニ事件とかはあったかもしれませんけど、まあ、ちょっと初めてかなと思いますね。アリアのイーグルでも、今度は背中のファスナーを上げるポーズとか言っている人もいて、翔真君ほどの肩の可動域があれば、イーグルしながら自分でワンピースのファスナーを上げられそうですね。まあ、ワンピース着ることないか。いや、翔子ちゃんになる時には着るか。ということでね。まあ、いろいろこうやってくれるかなと思うんですけど。マサさん、ありがとうございます。とても素敵な滑りですね。あ、踊りですね。スープなどにネギをかけて食べると、寝つきが良くなりますよ。前に間違えて調味料をマジックソルトと書いてしまいましたが、昆布茶が体にいいです。あ、そうなんですね。昆布茶懐かしいですね。昆布茶はあんま僕飲まなかったんですけど、まあ、しいたけ茶はね、飲んでましたね。昆布茶は多分ね、ベルギーではね、アジアマーケットに行かないとちょっと売ってないと思うんで、ネギとかはね、結構食べるんですよ、僕。跡部陽子さん、ありがとうございます。かぶくん、こんにちは。日本時間6月の4日夕方です。病室でフィギュア、良いですね。入院中はいろいろ考えてしまうので、体を動かせるって素敵です。それにかぶくんのフィギュア、綺麗。80、すいません、88%、もう少しで仕上がりますね。楽しみにしています。笑顔ですが、作り笑顔でも口角を上げてるだけでも、続けてるだけで心に良いです。あ、そうなんですね。先生じゃないのに余計なことを言いました。すいません、ということは、なるほど。まあ、なんかその、笑顔になると脳が騙されるらしいですね。これも聞いたことあります。なんか、例えば嫌なことがあっても、まあ、笑顔になると、まあ、結構、なんていうのかな、その脳が騙されて、なんか笑顔である言い訳を作るらしいです。探し始めるらしいですね。まあ、まあ僕、作り笑顔とか下手くそなんですけど、まあ、そういうのもいいかなってちょっと思いますね。で、スケートフィギュアの陸上フィギュア、ありがとうございます。今夜ですね、100%、今のところの100%、完成することができました。なので、新フリーと、あとはね、衣装の方をちょっと作っていきたいと思ってます。次はね、こちらのコメントを紹介していこうかなと思うんですけど、ちょっと事件が少しこう、まあ、変わるので、一旦動画を止めていきますね。